右足の上げた膝のあたりってなってくるんでしょうね。あ、なるほどね、そこをクリアしないと、そうですね、ちょっと苦しいですねと思いますね。さあ、そして松井です。現在2試合連続ホームラン中、昨日はご存知トータル250本目を打ちました。同じボールで攻められるというのをまた考えるんですよね。あ、そうですか。また来るんじゃないか、いつか変化球で来るんじゃないかと。ああ、